はい、では3番、星の日周運動に入っていきたいと思います。まず文章を読んでいきましょう。地球は1日で1回西から東へ自転をしています。これが北極側から見るとこういう回転ですね。時計と反対回り。はい。このため恒星は東から西へ、まあ、つまりこの自転の向きとは逆にですね、1時間で約15度ずつ動いているように見えます。はい。星は動いてはないんですけれども、実際にはほとんど動いてないんですけれども、地球がぐるぐると自転している影響で地球から見たら動いているように見えるということです、ね、自分が住んでいる地球がぐるぐると回っているという感覚を持っている人は誰もいませんね。みんな自分は止まってると思うんですけども、地球はものすごいスピードで回ってるわけなんですね。引力とかの影響で動いてるようには感じないですけれども、だから自分は動いてるのに、周りが動いてて自分が止まってるっていうふうに見えるわけですね。星も、これは月も太陽もそうなんですけれども、はい、見かけ上の動きです、はい、で、なんで15度なのか、1時間で約15度なのかっていうのは計算としては簡単。地球は1日で約1周回ります、ね、というよりも地球が1周する時間を1日24時間と決めているので当たり前なんですけれども、はい、つまり1日で1周、1日1周ということは、はい、1日を時間に直すと24時間、まあ、H は、時間っていうことだと思って1時間2時間の時間ですね。24時間で、はい、1周というのを角度に直すと360度ですね、はい、なので1時間あたりに何度動くのかっていうことを出すと割る24をすればいいわけですね。1時間で15度、はい、もちろん覚えてしまってもいいんですけども、忘れても自分で計算したらすぐ出せますね。はい、この1時間で約15度ずつ動くこの動きを、はい、日周運動というわけです。はい、括弧1番、はい、北の空の動き、ここでまあ日周運動はどういうものなのかっていうのを見ていけばいいと思うんですけれども、はい、例えば、まあ、簡単にこれをこの図をもうちょっと簡単に描くとですね、間違えましたね。この図をもうちょっと簡単に描くと、ここ中心、はい、北の空っていうのは北極星を中心に時計と反対回りに回っているように見えます。反時計回り、この向き絶対間違えないでくださいね。時計回りにしたらもう全ての問題を間違ってしまいますからね。はい、で例えば、ある日、まあこの図では5月15日ですね、5月5日でね、5月5日、子供の日ですね、の、20時、夜の8時に、ある星をここで観測しました。はい。これが、例えば1時間後は、5月、同じ5月5日の20時ですね、5月5日のごめんなさい21時ですね、1時間後はね、はい、20時の時の比べてこの北極星を中心にして考えてみると、ここの角度が15度なんですよってことなんですね。はい、なので、あ、この図でそうですね、そうですね、20時ここだから21時、はい、で、さらにその、1時間後には、つまり同じ5月5日の22時にはここに来て、はい、ここ合わせたら30度になるわけですね。30度、これが、22時っていうふうになるわけですね。はい、なので実際にテストに、ね、問題として出るのは、
例えば5月5日20時に星をこの位置で観測しました。じゃあ同じ5月5日の23時には星はどの位置にありますか、ね、記号が書かれてあってその記号を選びなさいとかですね、そういう場合は3時間後ですね、20時から23時まで3時間後なわけだから、はい、この1時間で15度、この15度に3をかければいいわけですね。つまり45度動いたということになるわけです。逆に聞かれることもあります。例えば22時に 星はどの位置にあるかっていうのは今と同じなんですけど、星がこの位置に来るのは、つまり星が例えばそうですね、この位置に来ました。で、ここの角度が与えられていて、例えばここが120度だったとします。ね、この位置、まあ A という位置にあるのは、何月何日の何時でしょうか。今だったら、まあ例えばこれだったら、120÷15 をしてみたらいいわけですね。わかるかな？この角度の120度を、この1時間で15度のこの15度で割ることによって、8ですね。8時間。つまり、8時間動いて120度回転したということがわかるわけですから、この20時から8時間後、まあ、28時になってしまうので、20時足す、8時間で、はい、28時。これはないですね。1日は24時間までなので、はい、4時間はみ出てますね。つまり、5月6日のそのはみ出た時間、4時間分ということで4時っていうのが答えになるわけなんですね。はい、というふうにいろんな方向から問題が出されますので、この日誌運動非常に大事なところですね。